はい、のぶじゅんです。今回はですね、ユニクロマルニのコレクション、5月20日から発売されますけども、商品ごとの着画が解禁になりましたんで、ご紹介していきたいと思います。皆さんもう買うもん決まりましたかね？もうぶっちゃけなんか、ハードル高えってね、思ったりするものもあるんだけれども、でも欲しいやつもいくつかありますよね。今回のコラボかなり注目度高いんで、多分当日ね、オンラインとかでもうすぐサイズがけ発生するかなと思うよね。L サイズとか XL とか人気のサイズからどんどんね、なくなっていくと思うんで、今のうちに欲しいやつねチェックしておきましょう。こちら注意事項なんだけど、お一人様1商品につき1点までの購入になります。だから色違いとかサイズ違いとかもしかしたら買えないっていうことかな。でおそらくだけどめっちゃ人気なんで整理券の配布あるんちゃうかなと予想しておるんですけども、だから、ね、早めに行くだとかこう前日にねこう確認しといた方がいいかもしれないですよね、お店にね。レディースのちょっと気になってるアイテムから行きましょうか。まずこちらブロックテックハーフコート、これ男女兼用でねいけるアイテムなんですけど、動画がこちらですね。いいよね、オーバーサイズな感じ、めちゃくちゃいいんだよね。カラー2色でネイビーとあとオリーブカラーあるんだけど、インナーのこの中の色が違うからさ、めちゃくちゃでオシャレ感アップだよね。しかもさ、無地やんか、これに関しては。花柄とか入ってないアウターだから、めっちゃコーデ組みやすそうだよね。こちらモデルの方がですね、170センチで M 着用してるわけなんよ。だから L サイズとか XL であれば男性も全然いけるっしょ。これいいよね。で、さらにこちらオリーブカラーなんだけど、これはこれでいいんだよね。ボトムスも同じようなオリーブとか持ってきてもいいし、ブラックと合わせても絶対かっこよかろう。中のこのターコイズっぽい水色のカラーがめちゃくちゃかっこいいんだよな。これいいよな。身長184センチのモデルの方が着用してこれだもん。M サイズでこれだからめっちゃオーバーサイズめな感じですよね。こちらですね、182センチの方 L サイズでこれだから、もう XL ってとんでもなくでかいかもしんないよね。いや、これ欲しいな。ちょっと今が時期暑いかなと思うんだけど、梅雨の時期とかに大活躍しそう。ブロックテックだから、止水テープも貼ってるし、風も水も防いでくれると。中の蒸気もこう外に出してくれるだろうということで、これね、良さそうだよね。結構シーズン長めで着れるかもしれない。ただ価格がね、14,900円ということで、ちょっとね、高いやつではあるんだけど、これもね、結構人気ちゃう。生地がこう固めな感じだから、襟の立ちもすんごい良さそうだよね。今までさ、その商品の画像しかなかったからあれなんだけど、やっぱモデルの方が着用すると、またイメージ変わりますよね。あ、こんなオーバーサイズなんや、みたいなね。後ろ姿もすごい良さそう。ちょっとこう、コクンシルエットみたいな感じ。裾がこう、ちょっと締まっていくようなコクンシルエットなんかなって感じですよね。やっぱさ、中のカラーがさ、例えばこれだったら黄色だから顔が映えやすいよね、すごくね。ちなみにブロックテックハーフのこの花柄のやつあるんだけど、これはね、明らか女性向けって感じするよね。もちろん男性が着てもかっこいいかなと思うんだけど、可愛いけども、ちょっと人選びそうだよね。これ180センチの方が L サイズ着用しております。スラックスと合わせてやったら、まあ、バランスいいかもしんないよね。メンズのジャケットチェックしていきましょう。まず、ポケットブルパーカー。まあ、これはですね、スポーツ用としても使えるし、まあ、カジュアルにも着こなせるかな。丈の長さ、着丈がちょっと短めな感じするよね。中の T シャツとか、もうちょい長めのやつ、レイアウトしてやったらかっこよく着れるのかなと思うんだけど、いろんなカラー使ってるからさ、すごいカジュアル見えはしますよね。さらにブラックカラーこちらでございます。これね、生地薄そうだし、まあ、あのポケッタブルだし、めちゃくちゃね良さそうではありますよね。男女兼用で着用できそうだしね。これ着こなせる自信が僕にはまだね、ちょっとハードル高そうやなと思うよね。価格4,990円だから、まあ、そこまで高くないんだけど、これ着こなしむずそうっていう印象はあるんだよな。やっぱりモデルの方こちら182センチで L サイズ着用ね。黒人の方ってさ、結構こういうカラフルな服似合うんで、まあ、これすごいね映えてるかなと思うんだけど、これ東洋人と言いますかアジア人が着てどうなるかだよね。その辺はちょっとわからんな。こっちの方がねまだねコーディネートはしやすいんじゃろうか。シンプルなチェックの感じ、ダークグリーンとブルーのカラーあるんだけど、これもどうなんでしょうね。生地薄めな感じ、軽やかな感じですよね。同色系のコーデ良さそうよね。こう蛍光色なんだけど、青とか緑とか持ってきてやったら良さそう。で、女性が着用するとこのような感じですね。可愛らしい。チェックにチェックみたいな、そんなんもありかもしれんすよね。どうなんだろう。これもちょっと
方でむずそう。ちょっとね、手が出ない感じはするな。実際生で見たらまた印象変わるんかもしれないですけどね。でもなんやかんや言うて L とか XL とか人気のサイズはすぐサイズが消しそうかな。在庫数もね、どんだけあるかわからんけどね。続いてオーバーサイズユーティリティジャケット、セットアップ可能のチャグが見ておきましょう。これもね、狙ってるアイテムではあるんですけど、後ろにね、ポケットとかあってすごく良さそう。これからの時期どうなんだろう。ショートパンツとこれらでセットアップしたらいいのかな。どう？これは6,990円カラー3色なんだけど、欲しいっちゃ欲しいよね。無地だからコーディネートしやすそうだなーって印象ありますよね。ベージュカラーとか特にめっちゃコーデしやすそうな色ではありますね。ブルーもね、今結構カラフルなものがトレンド来てるじゃないですか。緑とか青とかピンクとかオレンジとかカラフルなものトレンド来てるんで、まあこれはこれでありかな。男女兼用で着用できそうなんだけどなー。6,990 円欲しいんだけど、どうでしょうか。ベージュのカラーが一番無難かな。無地だし、ポケット可愛いし、デザインね、丸にらしい感じもあるし、狙い目ではあるかもしれないね。スラックスと合わせてやってもいいし、ってことで。他の着がこないな感じ。同色系のコーデがやっぱいいかな。ブルーにブルーみたいな。ベージュにベージュみたいな。ワントーンのコーデがいいかもしれないですね。後ろ姿もかっこいいんだよね。中のこう T シャツとか柄物持ってきて、こう派手な感じにしても良さそう。そうだし、いやこれもね悩みどころですよね。続いてこちらチェックのオーバーサイズユーティリティジャケット、このような感じ。これも可愛いんだよね。男女兼用でいけそう。ブルーのボトムス合わせてもいいし、チェックチェックもありだよね。いやこれもね、着てみんとなんか似合うか似合わんか分からないね。顔が真っ白でこのイケメンのモデルだから似合うっていうのもあると思うよ。身長180センチで L サイズちゃうよ、こんな感じね。で、女性が着るとこないな感じですわ。だからこう手書きのチェックっていうのもめっちゃ可愛らしい感じですよね。欲しいんだけど結局自分に似合うのかどうなのか。続いてテーラードジャケットセットアップ可能。これはね、間違いないかなと思うんだよね。オリーブからこのような感じでございますわ。まあ、ボトムスちょっとこう違うテイストのもの、チェックのものを持ってきてやってもいいんかもしんないし、もちろんなんか同じオリーブ合わせてもいいしね。花柄のシャツ持ってきてめっちゃね、カラフルな感じにしてやってもいいですよね。で、女性が着用しても可愛らしい。ネイビーのね、コーディネートもいいかなと思いますわ。中に T シャツ着てやると全然カジュアルにもいけますよね。パジャマのこうボトムス持ってきてもいいし。で、これが一番問題なさそうなコーディネートじゃない？セットアップみたいな。これいいよね。こう、ちょっと紫っぽい見た目にも見えますよね。で、ワイド目の結構ボトムスなんだなっていう印象ですね。オリーブはね、オリーブでかっこいいんだけど、この色多分自分には似合わないのかなとか思ったりするけど、肌白い人とかすんごい似合いそう。ネイビーはね、間違いないかなと思うんですけどね。オリーブむずそうな印象あるな。テーラードジャケット、他のカラーもチェックしておきましょう。これ、ギンガムチェックのやつだよね。かっこいいよね、これ。シンプルな、この、無地じゃなくて、これチェック入ってんの可愛らしいよね。遠目で見たら、そないね、このチェック気にならんかなと思うんだよね。このブルーカラーめっちゃ良きだわ。女性がさ、このイエローめっちゃ似合いそうな気するんだけど、こないな感じね。男性でこのイエローなかなかむずいっすね。着てみたいっちゃ着てみたいんだけど、来年着るかって言われたらわからんよね。このブルーは結構ありだなぁ。これ欲しいなぁ。全身こないな感じですね。身長184センチの方、L サイズ着用でこないな感じですね。これはありだよね。しかもさ、このテイラードジャケット、ポリエステルの素材で、まぁ、感動シリーズのやつとすごい似てるんだよね。続いてシャツ。なんやったらこのオーバーサイズオープンカラーシャツが一番無難っちゃ無難な気するよね。無地だし、まあ、トレンド感あるこのゆったりとしたシルエット、さらに解禁っていうかオープンカラーになってるから、デザイン的にもさ、すんごいシンプルでかっこいいやんか。これめっちゃミニマルで良さそうな感じするっすね。ステッチもさ、なんかこだわりあるし、めっちゃいいねこれ。シンプルなんだけど、こう個性があるやつっすね。ベージュカラーめっちゃいいな。で、ブルーのカラーはこのような感じ。ボトムスチェック持ってきてやっても、なんか良さそうだね。無地だから主張抑えめな感じですごいコーディネートしやすそう、着回ししやすそうな感じするっすね。ワイド目のパジャマのボトムスと合わせてやるとこのような感じですね。いいっすね。これ2990円でかなりお買い得かもしれない。このベージュのカラーめちゃくちゃいいよね。これ一番最初にサイズ化け発生するかもしれんよな。で、オーバーサイズオープンカラーシャツ、これは花柄のやつですね。これはね、ちょっとアロハシャツっぽい感じは否めないな。
これどうなんだろうね。これもう人選びそうな感じするけど、着てみたいっちゃ着てみたいよね。これもね、オリーブカラーと、あとブルーカラーですけど、なかなか派ですよね。男性でこれ着こなす人すごいよな。でもおしゃれだろうな。上下セットアップだとちょっとパジャマっぽい印象になりますよね。かっこいいんだけどな。ちょっとハードル高い印象あるよね、やっぱりね。で、さらにこちら、オープンカラーシャツ。これもね、花柄が小さめな感じ。大柄じゃなくて小柄な花柄ですけども。これもいいよな。迷彩っぽい感じになるんかな。華やかな感じ。テンション上がりそうなカラーではあるんだよな。女性の方が着用するとめちゃくちゃ可愛らしい感じになるね。もともと花柄ってさ、女性のイメージあるから、そうね、女性がめちゃ似合いそうな感じはしますよね。オーバーサイズプリントシャツ長袖、まあ、パジャマのシャツなんだけど、まあ、外にも着ていけるし、パジャマとしても着れるしというやつですね。だサテンっぽい素材なんかな。めちゃくちゃ軽やかで良さそうだね。パジャマ4000円って考えるとちょっと高い印象あるけど、これなんかね、なんかスラックスだとかショートパンツと合わせたら普通に外でも着れそうかな。着心地めっちゃ良さそうね、これね。クルーネック T シャツ半袖、こちらでございます。バイカラーになってんのかな。前と後ろとか袖のところカラー違うんだけど、かっこいいっちゃかっこいいし、子供っぽいっちゃ子供っぽいしって感じだよね。オリーブカラーとブルーカラーございます。価格1990円。ちょっと丈短そうな感じがね、ちょっと気にはなってんだよね。着丈短そうだし、袖の長さも4分ぐらいかな。ちょっと短めな感じするよね。さらにボーダーの T シャツ、こちらですね。いや、これはね、カジュアルだけど、着こなしてみたいっちゃ着こなしてみたいね。かっこいいんだよな、俺ね。前ボーダーで、後ろもなんかこう、幅が違うボーダーって感じですわ。これも形がちょっと小さそうなのが気にはかかったんすけど、ワイドめのボトムスとの相性はもしかしたらこれが縁かもしれんね。丸にらしいね。ユニクロじゃ絶対こんなんないもんな。いや、これ欲しいんだけど、似合うかどうかはわからんね。好きっていうのと似合うっていうのは別個だからね。あと、ボトムスですね。ユーティリティショーツ。これなんか形はすごい良さそうだけど、まあ言ってみたらスイムパンツよね。これ普段使いなかなかできないかなーって、そんな印象はありますね。こっちの方がまだね、コーディネートはしやすいんかな。上下セットアップみたいな感じね。すごい爽やかで良さそう、これね。ナイロンの素材になってて、ね、中側がメッシュになってるやつでございます。価格3000円か。これモデルさんがイケメンっていうのが問題なんだよね。続いてワイドフィットボクシーショーツのセットアップかな。これなんかめちゃくちゃワイドめな感じなんだけど、どうなんだろうか。175センチの方が L サイズで、これ結構ワイドめ、バルーンなシルエットなのかなと思ってて、これどうなんだろうな。一応買っては見たいよね。3000円ぐらいだし、似合うか似合わんか分からんけど、結構ワイドめなバルーンな、そういうシルエットなんかなって思います。上下セットアップもありだね。で、さらにチェック柄のやつ、こちらでございます。なんか足は細く見えそうだけど、なんかワイドすぎるんちゃうかなっていう、そういう心配はあるっすね。チェックチェックのコーディネートめちゃくちゃかっこいいよね。あとですね、このワイドフィットタックパンツのセットアップ可能なんだけど、めちゃくちゃワイドめで、丈の長さも結構日本人の足の長さに合ってそうだよね。これ身長さっき170何歩ぐらいのモデルの方だったんだけど、これ良さそうだなぁ。あと、柄違い、ギンガムチェックのやつなんだけど、これも良さそうよね。なんかユニクロでワイドめのこういうスラックスってなかなか発売ないんだけど、これめちゃくちゃいいんじゃないの。価格5000円だし、これはね、ちょっと注目したいアイテムですよね。イエローコーデむずいんちゃうかなとか思ったりするけど、ブルーであれば結構コーディネートしやすそうな、そんな印象あるっすね。女性の方が着用しても良さそうな感じ。169センチで M サイズ着用、こんな感じね。ブルーのチェックのやつもありだし、まあ、上下セットアップで着てやってもいいかな。この辺のさ、パジャマのボトムスどうするかだよね。めちゃくちゃワイドめな感じ。裾がさ、もう地面ついちゃってるやんか、結構高身長の方が。これね、外で着るのはかなり勇気いるかなと思うんだけどね。どうだろうか。身長184センチの方 L でこれだからね。花柄ちょっとハードル高いかな。このチェックとかもね、めちゃくちゃ可愛いんだよね。一応パジャマ用に買う？これ。外で着るのハードル高い気はするんだよね。やっぱりね。でも欲しいよね。はい、ってことでですね、一通りチェックしたんですけど、いかがだったでしょうか。やっぱね、着が見ると、モデルさんが着てるの見ると印象変わりますよね。あ、こんなワイドなんや、みたいな。こんな結構丈長そうな感じなんや、みたいな感じでね。
モデルさんが着てこれで、あと自分が着てどうなるかっていうのはね、また別物ではあるんですけども、かなりね、参考にはなったんではないでしょうか。コーディネートのなんか参考にもなるし、かなり良かったかな。ほいってことでですね、以上今回はユニクロマルニの商品のご紹介でございました。発売は5月20日金曜午前中でございます。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。